しよう。土曜日の夜10時から。音の再開ありがとうございました。土曜日の夜10時から。お疲れ様でした。2ラウンド日本選手の1対1をやりたいと思います。スーパーシードないのか。お疲れ様でした。今度じっくりやりましょう。ないよ、そんなの。で、こんな感じでね、今トーナメント表出てると思うんですけど、こんな形でやろうと思いますって。6人とか集まった場合は、そうですね、傾向なしやす。やろうと思うんで、6人の場合は、3-3で分かれて、グループごとに分かれて、1人シード、1人シードみたいな形でやろうと思います。で、そういうの決める、シャッフルで決めてくれるサイトがあるんで、そこ使ってやっていこうと思います。なので、投げ返しもできないので、稽古になるかどうか、しょぼーん。実力で分けるとかはしないんで、はい、そこら辺をお願いします。はい、こんな感じかな。でね、参加したい方はね、土曜日の9時までに、このアカウントに送るか、ツイッターに参加したいですと送るか。ルーザーズとかはなしです。あ、ルーザーズとかやると多分時間本当にやばいことになっちゃうんで、まあ時間余裕あったらなんかそういうのもやろうかなって感じですかね。起きてたら行きます。あ、了解です。一応もう黒沢さんメンバーに入ってるからさ、来なかったら不先輩って感じになるんで。お疲れ様でした。お疲れ様です。あれ、ノアさんも、ノアさん参加するか。まあ、こんな感じで。決起集会なので行けません。あ、了解です。残念です。おつ。あ、お疲れ様です。俺のこのアカウントにね、お茶5992に送るか。確定はこんな感じです。ツイッターに送るか、まあ、コメントするとか、まあ、いろいろあると思うんで、とりあえず、俺に参加したいっていうのが伝わればそれでいいんで。お疲れ様です。こんな感じでお願いします。はい、じゃあね、大体こんな感じでいいと思うんで、今日はやめたいと思います。ってことで皆さん、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。